こんにちは。こんにちは。はい、今日は、保育部の先生と年少さんの先生に来ていただきました。はい、今日は足立先生と矢作先生は体調不良のためお休みなんですけれども、今日はこの3人の先生にインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあそれでは質問をしていきます。一つ目の質問は、幼稚園の先生になろうと思ったきっかけです。教えてください。じゃあまず田村先生からお願いします。はい、私が幼稚園の先生になりたいなと思ったきっかけは、私自身が幼稚園生だった時に大好きな先生がいまして、なんかその先生みたいになりたいって思ったのも一つだし、もともと自分より小さいお友達、子供と関わるのがすごく好きで、よく小さい学年の友達のところに行っていて面倒を見ていたので、先生になりたいなってそれで感じて、それからずっと夢を追いかけてました。以上です。ありがとうございます。それでは川上先生お願いします。はい、私も、自分より小さい子と一緒に話をしたり一緒に遊ぶことがすごい好きだったので、なんかそんな仕事に就きたいなと思ってちょっと幼稚園の先生を目指しました。はい、ありがとうございます。はい、村山先生最後にお願いします。はい、ごめんなさい、こんな声でちょっと体調は私も崩してしまってこんな声で失礼します。私も他の、先生方と同じで、本当に幼稚園の時にお世話になった先生が大好きで、でなんか気がついたら自分がいつも小さい子を引き連れて幼稚園ごっことかをしていて、幼稚園の先生になりたいなと思ってなりました。はい、ありがとうございます。皆さん素敵なきっかけですね。ありがとうございます。続いて2つ目の質問いきたいと思います。先生の趣味は何ですか？田村先生お願いします。はい、私の趣味はディズニーに行くこと、またドライブをすることです。はい、いいですね、ありがとうございます。続いて川上先生お願いします。はい、私は体を動かすことが大好きです。いいですね。はい、村山先生お願いします。はい、私はウィンドショッピングをしたりとか、あと 1.3 倍とか 1.5 倍速で貯めといたビデオドラマを見るのが趣味です。面白いですね。ありがとうございます。はい、続いて3つ目の質問です。先生の一番のやりがいは何ですか？田村先生お願いします。はい、一番のやりがい、やっぱり子どもたちの笑顔が見られるのが一番なんですけど、あとは、1年間通して子どもたちを見ていて、で、小さい学年だったので今までは子どもたちに感謝されるとかでは全然なかったんですけど、保護者の方に先生でよかったですって、子どもたちがすごく慣れてきて幼稚園にすごく楽しいって言って行ってくれたのは先生のおかげですって言っていただいたことがあって、その時にすごくやりがいを感じて、保護者の方とも信頼関係を築いていけるっていうのがすごくやりがいになっています。はい、ありがとうございます。続いて川上先生お願いします。はい、私も子どもたちの笑顔を見ることがすごいやりがいがあるんですけど、あとはその日々どん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 子供たちが成長していくので、その姿を見て、もうここまでできるようになったのって思うことが、なんかもう一緒に遊びながらですけど接していて成長を感じることができたのが、それが今の一番のやりがいになっています。はい、ありがとうございます。はい、稲山先生お願いします。はい、私ももうちょっとこう保育歴がね長くなってきて、自分の見た園児のさらにお子さんとかが来るようになってきているんですね。で、親子2代で見させていただいてる方もいるんですよ。で、そういう風な中で先生まだ頑張ってるんですねとかって言ってくださったり、もう声も聞けて、それも嬉しいし、やっぱり他のね先生方もおっしゃってますけど、子どもたちと共に成長できることが一番のやりがいです。はい、ありがとうございます。最後に先生方の意気込みをお願いいたします。田村先生お願いします。はい、1年目の時に少しだけ
年少さんに入っていたんですけど、担任をやるっていうのは年少さん初めてなので、これから初めてのことばかりでちょっと緊張というかしてるんですけど、子どもたちと一緒に初めての年少さんも楽しんでやっていきたいなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、川上先生お願いします。はい、私はその子どもたちといろんな初めての経験をできるように準備とかもしながら、そして一緒に子供と一緒に自分も楽しむような保育をしていきたいと思っています。ありがとうございます。大山先生お願いします。はい、私は子供たちにとってもお母さんで、子供たちのお母さんたちにとってもお母さんでいられるような、そんな存在でいたいなと思ってます。頑張ります。はい、ありがとうございます。今日は3人の先生にとても素晴らしくいいインタビューをすることができました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。